パーベル・ペステリ、パーベル・イワノビッチ・ペステリ1793年7月5日から1826年7月25日は、帝政ロシアの軍人、革命家、ロシア帝国陸軍大佐、いわゆるデカブリストの指導者で、デカブリストの乱の首謀者の一人として処刑された。1793年7月後、日東シベリア総督、イワン・ペステリの子として、モスクワに生まれる。 1805年から1809年までドイツのドレスデンで学ぶ。1810年中央幼年学校ページコープスに入学。翌1811年同校を卒業し、プラッパーシュチックに任官する。ペステリは当初、リトアニアコノエ連隊に配属され、1812年にナポレオン・ボナパルトのロシア遠征が開始されるとこれに参加し、 勝利に乗じて1813年から1814年にかけて行われたロシア軍の遠征にも従軍している。1921年大佐に昇進し、ブヤトカレン隊長に任命され、トゥリジンに赴任した。ブヤトカレン隊長時代に、後に、ニコライ一世の下で反動期の中、改革者として振る舞った、解明派のパーベルキセリオフ将軍の地具を得た。 1816年でカブリストの最初の秘密結社である救済同盟に参加し、同盟の検証起草者の一人となった。さらに1818 18年、福祉同盟にも参加、福祉同盟の支部を認知であるトリチンに組織している。ペステリは、福祉同盟撃破として、ロシアにおける濃度性及びァーリズムの即時廃止と共和性を主張した。 1821年3月、福祉同盟解散後は、同盟の南部組織を改組し、南方結社を組織した。同じ年に、ペステリを中心とする南方結社は、政治、経済改革プログラムであり、将来の共和国の憲法総案たる、ルースカヤ・プラウダ・リスカイ・ユ・プロブダを起草した。この中では、先制政治の打破と一時的な独裁体制による共和国の樹立、 濃度制の廃止と国有地の活用を中心とする土地改革、地方自治とユダヤ人以外のロシア帝国に隷属する諸民族の独立などの主張を展開している。ルースカヤ・プラウダ第2版では、さらに急進的な内容を含み、即時濃度解放、地主の規制、個人に対する公的土地資金制度の導入、特権階級の除去と20歳以上の男性に対する、 政治的権利の付与が盛り込まれた。また、国家機関としては、立法機関として一員制議会、ピープルズベッチを設けそこから、執行機関として選出される最高会議、ソブリンズマが、司法観察機関として、最高大会、シュプリームサブルの設置が構想された。1825年、ペステリは、ポーランド愛国協会と交渉を開始し、 ポーランド独立派との共同での武装放棄、革命について協議した。ペテルブルクの恩恵派が組織した北方結社とペステリラは他元を分かった形であったが皇帝アレクサンドル一世が次第に反動化するにつれて北方結社内にも急進派が増えていった。ペステリはこの木を逃さず1824年にペテルブルクに赴いている。 1825年皇帝アレクサンドル一世が、行幸先のタガンドグで放御した。アレクサンドルの後をめぐり、空位が発生した隙に乗じて、ペテルブルクの北方結社は、準備不足のまま放棄したが、神帝ニコラ一世により鎮圧された。1825年12月13日トリチンで逮捕され、サンクトペテルブルクに身柄を送られた。取り調べの後、 ピョートル・カホフスキー、コンドラチール・ルイレーエフ、ミハイル・ベステュージェフ・リューミン、セルゲーム・ラビオフ・アポーストルの4人と共に首謀者とされ、1826年7月25日、ペトル・パブロフスク要塞で、講師刑に処せられた。ありがとうございます。